一軸。一軸、一軸、イチジクワカイチ軸属の落葉香木、またはその果実のことである。原産地はアラビア南部。不老長寿の果物とも呼ばれる。一軸の字は花を咲かせずに実をつけるように見えることに由来する。中国で名付けられた漢語で、日本語ではこれに、一軸という熟軸を与えている。中国でエイヒカは、 一軸に対する別名とされた。エイヒカ、インディークオは、一軸が十三世紀頃に、イラン、ペルシア、インド地方から中国に伝わった時に、中世ペルシア語、アンジールを、当時の中国語で音社した、エイヒに、を補足したもの。通説として、日本語名、一軸は、十七世紀初めに、日本に渡来した時、エイヒカを、当い読みで、英実家とし、 それが点火したものとされている。中国の古語では他に、あ、あえきなどとも音社され、そこちんじゅ、天仙花などの別名もある。伝来当時の日本では、宝来柿、宝来詩、南蛮柿、唐柿などと呼ばれた。いずれも、異国の果物といった含みを、当時の言葉で表現したものである。俗名ファイカス、ファイカスは、一軸を意味する、ラテン語、など、 ヨーロッパの多くの言語の、一ちじはこの語に由来するものである。葉は、大型の三列、または五列する、手のひら状で五性する。日本では、浅く三列するものは、江戸時代に日本に移入された品種で、深く五列して、列片の先端が丸みを帯びるものは明治以降に、ライしたものである。葉の裏には荒池が密生する。葉や茎を切ると白乳汁が出る。 新枝が伸び出すと溶液に花を入れた袋である。花の尾がつく。下のものから順に育ち、花の尾は可能となって肥大化する。花の尾は、東乱状を休憩で、厚い肉質の壁に囲まれ、初夏に花の尾の内面に無数の花、昇花をつける。このような花のつき方を、陰頭花女という。私雄こと花であるが、一軸属には私雄同種で、 同一の花脳に両方花をつける種と、メスイ種でオカブには同一の花脳に、死有両方の花、メカブには、メバナのみを形成する種がある。栽培一軸の栽培品種は、結実に、死有両、株が必要な品種群が、原産地近辺の地中海沿岸や、西アジアでは、古くから栽培されてきたが、受粉して、メバナに、粘性のある種子が形成されていなくても花脳が超え、 成長してつくづく果てとなる品種もあり、原産地から離れた日本などでは、こうした品種が普及している。一軸属の植物は自然では、花の内部にはなとの一軸小鉢属ブラストフが SPP の鉢が共生しており、私有一種の種では、オカブの花のうに形成される芽花の受精後の種子すべてを、私有同種の種では、花のう内の芽花の中等の長短で二群に分かれる。 物のうち中等の短い方のものに形成れる種子を幼虫時代の食物として繁殖し、お花の花粉を体の花粉収納期間に収めた、交尾後のメスが若い花の尾に潜り込み花粉を散布することで受粉を媒介する。日本で栽培されているイチジクは、ほとんどが果実肥大に日本に分布しないイチジク小鉢による受粉を必要としない単ため結果性品種である。 ほとんどの種類の果実は秋に熟すと濃い紫色になり貝の部分から収穫することができる。甘みのある食用とする部分は果肉ではなく消化と固くである。原産地に近いメソポタミアでは6000年以上前から栽培されていたことが知られている。地中海世界でも古くから知られ、エジプト、ギリシアなどで期限前から栽培されていた。 古代ローマでは最もありふれた果物の一つであり、甘味源としても重要であった。最近の研究では、ヨルダン渓谷に位置する新石器時代の遺跡から1万千年以上前の炭化した実が出土し、一軸が世界最古の栽培品種化された植物であった可能性が示唆されている。日本には、江戸時代初期、名小説にもあるように、ペルシャから中国を経て、 長崎に伝来した。日本に古く渡来したのが在来種で、後に果樹として養種が栽培されている。当初は薬樹としてもたらされたというが、やがて果実を生殖して、甘みを楽しむようになり、挿し木で容易に増やせることも手伝って、手間のかからない果樹として、家庭の庭などにも広く植えられに至っている。果実は生殖する他に乾燥いちじく、ドライフィグとして多く流通する。 生果、乾燥品ともに、パン、ケーキ、ビスケットなどに練り込んだり、ジャムやコンポートにしたり、スープやソースの材料として、またワインや酢の醸造用など、様々な用途を持つ。他に、ペースト、濃縮果汁、パウダー、冷凍品などの中間製品も流通している。日本国内では甘露煮にする地方もある。また、一軸の天ぷらも流行している。果実には、加藤、 ブドウ糖、タンパク質、ビタミン類、カリウム、カルシウム、ペクチンなどが含まれている。クエン酸が少量含まれるが、糖分の方が多いので、甘い味がする。食物繊維は、不溶性と水溶性の両方が豊富に含まれている。熟した果実、葉を乾燥したものは、それぞれ無可か、無可か用といい気薬として用いられる。6、7月頃に採取して、日干しにした。 果実、一軸には、水分、約20-30%、添加糖、約20-50%、タンパク質、約4-8%、油脂1-2%、有機酸、酵素、ビタミン C、ミネラルが含まれる。一軸には、成長作用があり、果実を干したもの産後個を 600ml の水に、入れて、とろ火で半分まで煮詰めて、かすを取り除いたもの、または、 30分ほど煎じたものを1日3回に分けて、服用して、便秘の歓迎剤に使われた。生の果実をそのまま1日23個程度を、毎日食べ続けても、同様の効果が期待される。便秘の他にも、滋養に利用されたり、胆の多い咳、喉の痛みや痔にも効能があるとされる。7、9月頃に採取した成熟した葉を日干しさせた、一軸用には、タンパク分解酵素、 血圧効果作用がある。プレラレーン、タンニンが含まれる。風呂に入れて浴用に使われ、冷え症、肌荒れ、痔の出血止め、脱肛、腰痛、神経痛に効能があるとされる。また果肉や歯から出る白い乳液にはゴムに近い樹脂分が含まれるが、民間薬として、イボに塗布したり、苦虫薬として内服した。正常な肌に乳液がつくと、 かぶれやか弓が起こることがある。また、一軸の樹液には、フィシンという酵素が含まれており、日本の既存添加物名簿に収載され、食品添加物の原料として使用が認められている。他に、一軸用抽出物は製造溶剤などの用途で、かつて同名簿に掲載されていたが、近年販売実績がないため、2005年に削除された。長野県阿ち村 高木村などでは、一軸の葉を風呂に入れ入浴剤とする伝統がある。し木で繁殖させ、主に庭や畑で栽培される。朝根性で、カキの乾燥する時期は、乾水を行って、水を与える。高温、多湿を好み、寒気、乾燥を嫌う。国際連合食料農業機関によれば、2007年の一軸生産量のトップ3は、エジプト、トルコ。 イラン。他地中海沿岸から南アジアにかけての比較的乾燥した気候の国々が名を連ねる中、6位に米国が9位にブラジルが見えている。上位の国々は乾燥一軸の輸出量も多く、特にトルコ産、イラン産のものは有名である。日本は蒸気統計ではエジプトの約16分の1イコール16,500トン推定を生産し、 14人にランクインしている。一軸は、農林水産省では、特産果樹、主要果樹と比較すると重要度は、低い果樹として統計されている。しかしながら、もともと日本の温暖、湿潤な気候に適合していたことから、1960年代、あたりから、工作放棄地、旧耕田の活用や稲作、高樹からの添削が進み、生産が増加した。 近年収穫量が増加している品目の一つであり、年間収穫量は約1万6000トンと一部の主要果樹より多くなっている。特に高温多湿な西日本に産地が集中しており、愛知県のほか関西地方に産地が密集する。一方で比較的寒冷な地域でも栽培が行われるようになったことで例外による被害なども発生している。日本における 主な特産地は、全国地方公共団体コード順に次の通り、産地は、農林水産省量特産果樹統計より参照し、公式ウェブサイトなどで称号したもの。旧約聖書の創世記、三章7節に、エデンの園で、禁断の果実を食べたアダムとイブは、自分たちが裸であることに気づいて、一軸の葉で作った腰身の王を身につけたと記されている。また、 新約聖書のルカによる福音書十三章六から九節でキリストは実がならない一軸の木を切り倒すのではなく実るように世話をし肥料を与えて育てるというたとえ話を語っているのならない一軸の木のたとえ一方でマルコによる福音書十一章十二節では旅の途中一軸の木を見つけた空腹のキリストがその木にまだ実がなっていないのに腹を立て 呪いの言葉を述べると翌日その木が枯れていたというエピソードがある。その他にもイチジクは聖書の中でイスラエル、またはサイリン、週末のたとえと関連してしばしば登場する。イチジクはバラモン教ではビシュヌ人、古代イギリシャではディオニュソスへの供物であり、ローマ建国神話のロングルスとレムスはイチジクの木陰で生まれたとされている。他の民族でもイチジクは 生命力や知識、自然の再生、豊かさなどの象徴とされている。一軸を積むと、花柄からラテックスと呼ばれる樹液が滴る。この樹液は母乳や精液になぞらえられ、アフリカの女性の間では、不妊治療や乳汁分泌の促進に効果があるというとして、使われてきた。古代ローマの政治家大化とは、第一次、第二次ポエニ戦争を戦った敵であるカルタ号を、 滅ぼす必要性を解くため演説の中でカルタゴ産のイチジクの実を用いたと伝えられるイチジクの流通は乾燥品が中心であった当時においてカルタゴから運ばれたイチジクが生殖できるほど新鮮であることを示しカルタゴの脅威が身近にあることをアピールしたのだという楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください